ホログラフィー。ふん、こんな目くらましで時間を稼げると思うな、ブローニャ。こいつは何なんだ。ぼーっとしないで、キアナ、気をつけて。キアナ、キアナ、大丈夫なの？ここはどこ？わからない。確か海から出てきた巨大な怪獣に。まさかここは。若き戦士たちよ、ここは蚩尤の体内だ。君たちを私の戦いに巻き込んで本当にすまない。今の私に残された力を君たちに託す。どうかもう一度蚩尤を封印してくれ。お、さっきのあれはホログラフィックディスプレイ？非科学的な現象は認めたくありませんが、ブローニャの探知機能によるとあれはホログラフィックディスプレイではありません。ブローニャが思うにあれは俗に幽霊と呼ばれるものです。怖い。キアナちゃん、落ち着いて。あの幽霊には悪意が感じられないわ。それに剣炎剣の功績が私たちの武器に宿っているのよ。武器が変わったように感じない？武器の能力指数に明らかな上昇が見られます。現段階では宝石の内部構造の解析はできません。聖フレイヤ学園に戻ればさらなる解析も可能ですが、ブローニャが思うにこの宝石は玉鋼の可能性があります。玉鋼？キアナちゃん、授業で習ったでしょ。玉鋼は天命が世界各地から掘り起こした超レアメタルだって。あ、まあ詳しくは帰ってから確認しましょう。知ってるわよ、これくらい。まさかここで玉鋼が見つかるとはね。とにかくテレサに報告しようか。ダメだわ、蚩尤の体で通信信号が遮断されてる。これでは報告できないわね。え？じゃあ助けが来ないってこと？蚩尤の体組織の密度はバラバラです。密度の低いところならつながるかもしれません。少し探してみましょう。ここをもっときれいにしましょう。はっ、捨てて。はっ、捨て。テリスが喜ぶわね。ここをもっときれいにしましょう。ここをもっときれいにしましょう。飛ぶわよ。ここをもっときれいにしましょう。かわいらしいお客さんね。フェリスが喜ぶ。はっやっ、はっ、はずこっちよ。はっ、アイテム。はっ、コイン。フェリスがここをもっときれいにしましょう。はっ、やっ、情熱的なの。私の番ね。これで今月の夏私と共に踊りますぜ。あ、逃がさないのよ。焦らないで。私の気持ちちゃんと受け取ってね。私から始まり私で終わる。
石たち積み重ねると、ええ、まるで古城ね。伝説によると、巨獣シユーは神州の土地と都市を飲み込むことで自分の体を大きくしていったそうです。この城壁たちはシユーが昔飲み込んだものでしょう。今の崩壊獣にだってそんな能力ないわよ。あれ、ひどい揺れ。まさかシユーが移動しているの？まだ都市を食べる気なのかしら。阻止しなきゃ。私たちデートしてるみたいよね。私を褒めて。この願いを叶えてくれる。そうよね。ホログラフィー華麗な舞踏会にしましょう。あ、姫子、目が覚めた。キアナ、壁みたいなものに吸い込まれたよ。それから思い出せないわ。少佐、状況を説明しますね。少佐は剣炎剣に操られて意識を失いました。その後、私たちが少佐を旧友から連れ出したのですが、崩壊獣シユーの体に飲み込まれてしまいました。それから、とにかく体の状態が悪いんだから休んでよ。大丈夫だ。私の体は私が一番よく分かってる。まだ戦えるよ。あとは任せて。どうしたの？じっと見つめて。何を考えてるの？このステップについてきてね。可愛らしいお客さんね。はっ、やっ情熱的なのね。はっ、やっ、おい、テリスが喜ぶわね。ここをもっと綺麗にしましょう。はっ、アイテムビルビーにあげましょう。ここをもっと綺麗にしましょう。第一楽章を始めましょう。新装備が手に入った。はっ、栄誉のために。邪魔をしないで。新装備が手に入ったわ。警戒を怠らない。
ここ一帯の密度は低いです。外部と通信可能だと思われます。もしもし、テレサ、聞こえる？キアナ、キアナなの？よかったわ、生きていたのね。今どこにいるの？うん、信じられないと思うけど、今シユのお腹の中にいるの。学園長、私たちの力だけでは脱出できません。応援をお願いします。わかったわ、すでにハイペリオンを向かわせたわよ。15分後には到着するはずね。私たちデートしてるみたいよね。こっちこっち、目をそらさないで。私を見つめてね。華麗な舞踏会にしましょう。姫子、ハイペリオンが上空に到着したわ。うまく隠れてちょうだい。ハイペリオンの手法でシーユーの体に穴を開けるから、そこから逃げてちょうだい。了解です。待って、テレサ、激しい揺れがあったけど、シーユーは移動してるんじゃないかな。探知機能から見ると確かに移動しているわね。移動速度は遅いけど、3時間後には新州大陸に到着できるようね。それでは大陸が危ないですね。学園長、ハイペリオンの手法で動きを止めていただけますか？シユの体は大きすぎるわ。ハイペリオンの手法じゃないと効かないけど、手法は2発しか撃てないの。どこに撃てばいいのかしら。テレサ学園長、ブローニャの探知データによれば、シユーの体内に巨大な崩壊エネルギー反応が2つ見られます。その2つが心臓ってことかしら。シユーの体組織によって探知信号が遮断されているわ。こちらからは心臓の位置が特定できない。ブローニャが心臓の位置に向かい、重曹ウサギ 19C で振動を起こします。そこに向かって手法を打ってください。いい案だけれど、でもそれではあなたたちがまだ危険に。何言ってんの、テレサ、私たちはバルキリーよ。身の安全のために使命投げ出すなんてありえないし。じゃあ行きますか。目的地、シユーの心臓。写真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。情熱的なのね。崩壊エネルギー反応、このエネルギー指数ハイペリオンのメインエンジンよりも高いわよ。ブローニャの探知機能によると、ここはシユ体内崩壊エネルギーの中枢です。だったらここが心臓ってことね。ブローニャ、やってちょうだい。了承しました。重曹ウサギ 19C、ファイヤー。我が勇気と信仰のもとに。人類の盾、簡単に破れはしないわ。シユーの表面が振動した。そこか。
震源位置ロック、軌道位置修正、ハイペリオン手法エネルギーチャージ開始、射出10秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ハイペリオン手法発射。私の出番ですか、艦長。華麗な舞踏会にしましょう。姫子、ハイペリオン。写真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。はずこっちよ。一族の栄誉は私が守る。私有の表面が ワルキューレシステム起動、重装ウサギ19式。華麗な舞踏会にしましょう。ブローネ、作戦地点に到着。ファイヤー、ファイヤー、えい、表面が華麗な舞踏会にしましょう。水晶粉砕、目標撃破確認。私有体内崩壊エネルギー流動速度減速確認。通信システム正常化。よし、次の心臓に向かうわよ。待って、水晶のかけらの中に何かあるみたい。
これはブローニャが言ってた玉鋼じゃない？確かにそうです。この玉鋼は先ほどの剣炎剣の玉鋼と属性が異なるみたいですね。属性？授業で習ったでしょ。玉鋼にはそれぞれ特殊な属性があって、例えばインドで掘り起こされた。戦場で授業しないでよ。待って、この玉鋼にも字が刻まれている。石碑と同じ字だ。字が刻まれた玉鋼。初耳ね。キアナ、画像を送ってちょうだい。フカに解読させるわ。アイテムビルビーにあげましょう。ププ、こっちよ。飛ぶわよ。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。おめかし、ここをもっときれいにしましょう。第一楽章を始めます。で、さあ、情熱的なのね。教会に呪文をしなきゃいけないの？ここをもっときれいにしましょう。ここをもっときれいにしましょう。ここをもっときれいにしましょう。短い戦争ね。出ました。フカ、玉鋼に刻まれた文字の意味は？はい、得意な文字です。大方の意味は、この第三代玉鋼を我が子ジョカに送る。この世界は間もなく崩壊により滅ぶ。だが人類が滅ぶことはない。ジョカ、我が子よ、長い長い眠りの後、お前は再び目を覚ますだろう。常人より強い力と命を得て。ジョカ、お前は崩壊から次の世代を守らねばならない。我が子よ、この玉鋼は崩壊エネルギーを封印する。お前の助けとなればいい。何言ってるのかさっぱりわかんない。私もよくは理解できませんでした。ジョカ、信州伝説の神明、剣炎剣、玉鋼、そういうことだったのね。うん、テレサ、何か知ってるの？長い話よ。先にシーユーを止めましょう。他のことは後でゆっくり教えてあげるわ。写真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。こっちこっち、目をそらさないで私を見つめてね。
にしましょう。し、見て、ネゲントロピーの気候があんなに。あれ、あの真ん中の子、気候を指揮しているみたいだけど、名前は確か…シンマールだ。僕の名を忘れるな。あの化け物に食われただけでもクソついてないのに、ちょうどいいか。クズバレキリで気分ばらしだ。全員気をつけなさい。白線になりそう。待ってください、シン。ブローニャ、お前は絶対殺してやる。全機構攻撃用意。姫子少佐、ブローニャはシンとの単独通信を希望します。ブローニャが休戦するよう説得します。それしかないよね。ここでネゲントロピーと戦っても無意味だわ。本気にならないといけないように。勇気と信仰のもとに。こっちよ。やナイスタイミング。ハッ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 。エイリュウズニロ。情熱的なのね。や、逃がさないのよ。裏切り者が何を。ブローニャが僕に懇願するならやってやらないこともないよ。今から僕が私有封印を手伝ってやるよ。安心しな、僕がいれば崩壊獣なんて全部クズだよ。交渉成功。ブローニャ、何を言ったの。まあいいわ、ネゲントロピーと共闘する日が来るとはね。ここが核心。戦術機構撃ち砕け。待ってください、戦術機構の火力では意味をなしません。ブローニャは無駄なことを推奨しません。無駄。お前僕に言ってるのか。忘れるなよ、お前は僕に屈服したんだ。ごめんなさい、シン様。ブローニャの失言でした。ふん、今回だけ聞いてやらないこともないよ。なんかこのシンと扱いやすいの。ブローニャ、ハイペリオンに場所を知らせてちょうだい。了解しました。重装ウサギ 19C ファイヤー。動かないで、動きにもよく見せて。起きて。これは夢じゃないわよ。私有の表面が振動した。そこか。震源位置ロック、軌道位置修正。ハイペリオン始砲、エネルギーチャージ開始。射出10秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ハイペリオン始砲発射。華麗な舞踏会にしましょう。水晶粉砕、目標撃破確認。私有体内の崩壊エネルギー流動が完全に停止しました。ほーら、僕さえいれば私有だ
ってどうってことないんだよ。なんだ、さっきよりも強い。まずいわ。二つの心臓を壊したのに CU の動きが止まらないわ。いえ、むしろ速くなっている。そんなバカな。CU 体内より巨大な崩壊エネルギー反応を発見しました。 X23 エリアに集中している模様です。行ってみましょう。なんで僕までお前たちとそんな危険なところに。シン様は怖いのですか。はぁ、そんなわけないじゃん。怖いわけないじゃん。言ってやるよ。全部隊ついてこい。待って、この水晶にも玉鋼が入ってたわ。さっきのと同じ字が刻まれている。キアナ、画像送って。負荷に解説してもらおう。動かないで。私にもよく見せて。え？ここをもっと綺麗にしましょう。第一爆走を始めます。情熱的なのね。風に揺れるスカートは翼。ここをもっと綺麗にしましょう。短い前奏ね。はっ、せっ、よっ、こっちよ。焦らないで。せっ、はっ、せっ、よっ、はっ、せっ、よっ、こっちこっち。情熱的なのね。ここをもっと綺麗にしましょう。外れよ。ここをもっと綺麗にしましょう。こっちよ。ここをもっと綺麗にしましょう。ここをもっときれいにしましょう。本気にならないといけないようね。情熱的なの。捕まえた。走らないで。踊る準備はできたかしら。こっちよ。焦らないで。よよ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 。情熱的なのね。外れよ。前世代の人類、玉鋼の力を用いて、私は妹ジョカと共に命と引き換えに水晶封印で私有体内の崩壊エネルギーの大部分を封じた。だが封印だけでは私有を止められない。危険炎は一人剣を携え私有の心臓の封印に向かった。全ての希望は危険炎に託された。死ぬ前に私は全ての物語を
玉鋼に刻んだ。ここに我が妹ジョカ、我が友教主と賢炎の生き様を記す。ってことは水晶は死ゆの封印で、私たちは心臓だって思って壊しちゃって。今更後悔しても意味ないわ。今崩壊エネルギーが集中している場所が本当の心臓のはず。早く破壊しないと。写真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。こっちこっち、目をそらさないで私を見つめてね。華麗な舞踏会にしましょう。立ち去れ、崩壊に選ばれし者たちよ。お前たちと戦いたくはない。この声は姫子、みんな聞こえた？何も聞こえないわよ。私は聞こえたわ。常人に私の声は届かぬ。友と共に立ち去れ。お前たちが死ゆの心臓部に到達したら、私はお前たちを殺すことになる。お前たちは私の復讐の対象ではない。戦いなど無意味。名前など私にはもう必要ない。呼び方がいるのなら、人であった時の名で呼べばいい。私の名は危険炎。写真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。飛ぶわよ。ここをもっと綺麗にしましょう。はっせたこっけ。情熱的なのね。ぜっはっ、外れよ。はっはっ、こっちこっち。こっちよ。エリスが喜ぶ。アイテムビルビーにあげましょう。はず、情熱的なのね。第一楽章を始め、は逃がさないわよ。こっちよ。私の名は危険炎。黄色い服を着た少女の幽霊に似てるわね。でもあん
たが危険炎ならどうして私たちと戦うの？あんたの雌雄を封印したいんじゃないの？雌雄の封印、それは私の本体の願いだ。だが本体はもう存在しない。数千年前、本体はずっと暗闇の中で一人戦っていた。負けないために彼女は全ての愛と希望を手放した。孤独と恐怖と開墾を全て暗闇に溶かし、私が生まれた。そして本体は消えた。今私に残されたのは憎しみだけ。守りたかった人たちへの憎しみだけだ。守りたかった人たちへの復讐。あんたが英雄だろうと、どんな理由があろう。そうそうそう。言っちゃった。どうしたの？じっと見つめて。起きて。これは夢じゃないわよ。華麗な舞踏会にしましょう。立ち去れ。崩壊に。私たちデートしてるみたいよね。第一楽章、情熱的なのね。私の番です。あ、コイン。あら、予想外の収穫ね。私の名は危険炎。黄色い服を着た少女の幽霊に似てるわね。でもあんたが危険炎ならどうして私たちと戦うの？あんたの雌雄を封印したいんじゃないの？雌雄の封印、それは私の本体の願いだった。だが本体はもう存在しない。数千年前、本体はずっと暗闇の中で一人戦っていた。負けないために彼女は全ての愛と希望を手放した。孤独と恐怖と開墾を全て暗闇に溶かし、私が生まれた。そして本体は消えた。今私に残されたのは憎しみだけ。守りたかった人たちへの憎しみだけだ。守りたかった人たちへの復讐。あんたが英雄だろうと、どんな理由があろうと、かつらなき後継人として絶対に思い通りにはさせないわよ。
エレンさん、諦めてください。そうか、残念だ。お前たちが崩壊に選ばれし者でも殺すしかないか。シユの心臓で待っている。心臓はその先です。ここまでだ、僕は帰る。あれれ、やっぱり怖いんだ。あんたらの探知機は壊れてんの？あんな強い崩壊エネルギー反応、言ったって死ぬだけじゃん。僕はまっぴらごめんだよ。戦術機構撤退開始。あれ、なんで命令を聞かない？操作パスワード、ホム組、シン、油断大敵です。ブローニャは行動中に操作システムをハックしました。シンが撤退しても、ブローニャは機構を制御できます。イエーイ！さすがは天才少女、ブローニャ！くそ！今日のところは見逃してやる。次に会った時は絶対殺してやるからな。なあ、行っちゃった。まあいいか、行きましょう。動かないで、私にもよく見せて。ねえ、この後の時間も私に任せてね。愚か者ども、死にに来たのか。面白そうなおもちゃを持っているではないか。この金属、我が相場の鎧にちょうどいい。長い孤独から解放される。やっとみんなのところへ行ける。礼を言う若き戦士たちよ、無人の暗闇から解放してくれてありがとう。いいえ、お礼を言うのは私たちの方よ。5000年もの間神州を守ってくれてありがとう。さようなら、古の英雄。事故を犠牲にしてまでも人々を守るその精神、確かに感じ取ったわ。Thank you.
しましょう。本気にならないといけないようね。情熱的なのね。かわいらしいお客さんね。こっちよ。私に任せてね。華麗な舞踏会にしましょう。舞踏会もいよいよクライマックス。はっよっ、こっちよ。よっ、その心を射めた。私に任せてね。華麗な舞踏会にしましょう。
レーナ舞踏会にしましょう。私を楽しませてね。はっ、よっ、はずこっちよ、よっ、はっ、私とか情熱的なのね。Thank you.